2分しかないんですけど、僕今日初ロケ、イエイ、ロケでございます。どこ来たと思う？見てほら、平和通りで、平和通りでしょ。こんな平和な通りですから、平和な店長ってのがいらっしゃるわけですよ。僕ね、ほら、僕ん家実家実は八百屋なのさ。八百屋ってことは僕長男だから、いずれ店長でしょ。ということは僕も店長の師匠が欲しいなと思ってたんですよね。皆さんに今回紹介したい平和を象徴する私の師匠になる店長でございます。それでは紹介しましょう。店長どうぞ。あ、店長、あのお客さん見てるんで、店長、あ、これお尻ですね。あ、すいません、あのカメラさん、店長今ちょっと平和ボッケじゃないですけど、ちょっと本来はこのような形で、いつも僕らの方にですね、優しい眼差しとともにですね、こう座って出迎えてくれる、もうこの店長の人気といったらですね、このような形で新聞にもですね、引っ張りだこな状態でございまして、そういうことだったんです。僕本当はこの店長を皆様に紹介したいんですが、ちょっともう一回店長見ましょうかね。こちら店長、あ、店長寝てますね。はい、じゃあちょっとカメラさん、かかず紹介さん、このような形で生地、あとハンカチ、あとバッグ等々ですね、販売されている、はい、素敵なお店でございます。はい、ということで僕が今日ロケを遂行することができたのは、ここのくくるにいるこいつらのこの面々があってことですよ。ありがとうございます。憩いのスペースをこう提供してくださっているくくるの皆さんにまずは感謝を申し上げたいことでですね、引き続き僕も一緒に何かものづくりできたらいいなと思っておりますので、皆さんぜひぜひくくるで検索、または琉球新報スタイルの方でご覧いただければなと思います。ケツくん、あ、いいですね。こういうやつですよ。こういうやつなんですよ。ということで、はい、今日は皆さん、コラボレーション with くくるといったところでございましょうか。はい、マゲヒラニュースで GO でございました。